呪徒書人とは、李氏朝鮮の時代に、朝鮮国王から、図書と呼ばれる動員を与えられて、通行貿易上の特権が認められていた日本人のこと。図書は、同性の死因の定裁をとり、呪徒書人の実名が刻されており、通行貿易に関する書類に捺印され、現地にてその審議が称号された後に公益が許可された。 欧英の外交以後、朝鮮側では貿易統制の意図から急速に実施されるようになったが、日本側からは貿易上の特権と解され、九州短大、守護大名、津島投氏をはじめ、元和光や商人、豪族など、九州地方から中国地方の広い範囲、階層に及んだ。このため、図書が乱発されることとなり、分泌と呼ばれる規制が導入されることとなった。 さらに図書は受図書人一代限りとされ、原則的には後継者への相続は認められていたが、その場合でも一旦、朝鮮側に図書を返納して会員されたものを受けることとなっていた。だが、その原則が徹底されず、会員が行われないケース、場合によっては第三者二条と売却されるケースがあった。このため、朝鮮側が意図していた、 貿易統制のための審議確認が困難となって、トラブルを引き起こし、三浦の乱などの原因の一つとなった。やがて、豊臣政権の朝鮮征罰における敵対行為を理由として、朝鮮側は、すべての図書の無効宣言、日朝関係再開後もその状態が続き、津島党首であった総主及びその一門、重臣らに限定して、改めて図書が授けられ、 彼らの身が受けと所人とされた。ありがとうございます。